長崎県立清志盆高等学校は、長崎県北松浦郡佐々町中川ラメンにある、男女共学の公立高等学校。長崎県立清志盆高等学校は1952年に、長崎県立北松南高等学校として創立された。2003年に現行名に改称総合学科に改変した。生徒は、自分の進度に応じて、 科目を選択することができ、卒業後の進路は、大学、短期大学、専門学校、就職など様々である。また、福祉関係の進路を希望する生徒は、介護職員初任者研修講座の受講、資格取得を目指すこともできる。2000年代後半に野球部が甲子園に出場するなどの成績を上げ、第81回選抜高等学校野球大会では、 春夏通じて、長崎県政として、初めての全国制覇を果たしたことで知られる。誠実を公訓としている。これは、北松南高校創立時に、当時の文部大臣、天野定雄によって送られた言葉である。学校のそばを流れる佐々川から飛び立つ白鷺を図案化したものを交渉としている。新しい学校、そしてそこに学ぶ生徒たちのこれからの飛躍。 活躍の願いが込められている。公明解消学科改編の際に当時赴任していた美術教諭によってデザインされたものである。効果は公明解消学科改編の際に当時赴任していた音楽教諭によって作詞、作曲された一番のみの構成。ちなみに、清本高校前駅はかつて上、佐々エという名前であったが、 野球部の活躍に合わせて2007年に現役名に改名された。詳細は、清志本高校前駅,駅駅名解消についてを参照。野球部コーラス部。ありがとうございます。